はい、始まりました。モンキーフリップサラチャンネル。こんにちは。はい。はい、今日はね、久々の店内での撮影ということで。はい、そうですね。はい。もう久々なので。久々です、ね。最初僕が撮り始めた以来になるんですけども、今日は、何をやるかというとですね、抜き打ちのファッションチェックやりたいと思います。イエーイかはよくわかんない。イエーイかはよくわかんないけど抜き打ちのファッションチェックですね、はい。まあ、お互いの、まあ、今日着てきた、ね、私服、はい、トータルコーディネートをねちょっと抜き打ちでチェックしていきたいと思います。はい、はい、あの事前に言ってないですからね。あ、そうですね。この撮影は緩んでます。この撮影は緩んでるんで、はい、ちょっと抜き打ちなんですめちゃめちゃね。はい、なんで粗が見えるか、結構そう粗が見えるかもしれないけど、はい、やっていこうと思いますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。抜き打ちファッションチェックということでですね、はい、お互いその日の格好そのままで何も考えずに普段ですね。そう、日常って感じですね。でも結構ね、あの別にダサッとか言われたことないからね。それはよかった。言われたことないでしょ。ダサい、まあ、でも人にダサいって言わないよ。まあ言わないよ。なんかたまにねあるけど、うん、まあ言われたことがないのでそういいのかなっていう感じですけど、どっちからいきます？あ、じゃあ服部君から。あ、僕から、はい、じゃあ僕先行でチェックしてもらおうかな。はい、じゃあ僕からで、はい、お願いします。お願いします。はい、はい、ではまず服部くんからですが、はい、はい、本日はどんな感じでしょうか。どんな感じ、はい、どんな感じ、まあ、まあ上からね。そうですね、まあ、全身全体的にははい、全体的には本店勤務、本店勤務風です。そう、本店勤務風の気持ちで。なるほど。本店とうちのロストではまたちょっと違うので、あ、まあそうですね、はい、本店が結構真っ黒っていうイメージなんで。そうですね、みんな真っ黒いですね。確かに基本的には僕も真っ黒の。なるほど、はい、そういうことですね。今日はで、まあ、今日は本店仕様ということですね。この、はい、今かけているのは何でしょうか。はい、サングラスですね。はい、サングラスは小物っていうブランドのエイブリーっていう、はい、あのサングラスになります。そうですね、結構分厚めなサングラスで、うん、こういう系好きですね。こういう系好き、はい、ちょっとこうストリートチックな感じなんで。そうですね、うん、まあ似合いますね。そう、抜き打ちなんで全然下はストリートじゃないですか。下は、はい、そう、なるほど、はい、まあ黒ということですね。黒、はい、上は何でしょうか。トップスですかね。はい、トップスは、スタイルミキサー。ああ、はい、はい、スタイルミキサーですね。スタイルミキサーっていう、はい、あのブランドのシャツですね。はい、ああ、なるほど。まあ、結構買ったのが、はい、いつだろう、1年前ぐらい、はいはい、1年前のちょうどこの時期ぐらいに。ああ、まあじゃあ年を超えてきたということですね。もう1年着てます。はい、はい、なるほど、そういうことですね。はい、はい、オーバーな袖回り、はい、あー、ちょっと燃え袖みたいな感じですよね。燃え袖ね、そう、はい、燃え袖みたいな感じで。なるほど。基本はめくってます。あー、めく燃え袖を無視するスタイル、無視するスタイル。なるほど、はい、はい、まあまあ、かわ、かわいいですけどね。シャカシャカして、うん、着やすいんですよ。あの、生地感がね、シワにならない。なるほど、はい、いいですね、シワにならない、うん、大事。はい、下の方は？下がですね、はい、ZOZO タウンです。あ、ZOZO タウンね、天下の、天下の ZOZO タウン。でも2000円ぐらいです。あ、安い、安いでしょ。安い、すごい、2000円ぐらいなんですよ、うん、で、買ってからめちゃくちゃ履いてて、はい、そう、4年ぐらい。あ、長いですね。そう、だからもう毛玉ついてるんですよ。パッと見わかんないですけど、ね、パッと見わかんないから、うん、ありがたいですね。そう、毛玉がめっちゃなんか触るとなるほど、ちょっと気になる、うん、画面上ではわからないぐらいです。まあ動きやすい、はい、まあ楽なのは大事ですね、やっぱり。はい、
何ですかこれは。これはね、あの竹尾菊池のトレッキングシューズです、はい、スニーカー、トレッキングスニーカー。なるほど、そう、かわいいですね。これ、はい、ハイテクスニーカーなんですよ。はいはい、はい、ここのカチカチってやって、あ、こうやって紐を締めるんですけど、はい、最近あのぶっ壊しまして、片方。あ、もう壊れた。そう、買って1ヶ月ぐらいなんですけどそうですよね、最近買ってましたよね。そう、これ買って1ヶ月でぶっ壊れちゃってはい、はい、ちょっとそのまんまで。残念、残念、はい、残念状態ですから。なるほどですね。まあ、まあ、これを機にね、ちょっともうハイテクやめようかな。ハイテクやめちゃう。ローテクにします。なるほど、はい、はい、っていう、まあちょっとここだけトレッキングで色が変わってるんですけど、うん、そうですね、まあ、じゃあ茶色い、そう、アースカラーみたいな、はいはい、全体的に落ち着いてると。そうですね、はい、まあ黒いですね、やっぱ全体的に。全体的には黒いです、はい、ここだけちょっと明るさ出す。なるほど、可愛らしさ出す。はいはい、あ、ここでね、コーディネートはこんな感じです。はい、まあ、今日はこういう風に合わせてみましたというところですね。はい、はい、いかがだったでしょうか、本日の。本日のね、はい、まあ、だいぶ黒ずくめですけど、はい、確かにあまり面白みは多分普段の服装から比べると、もうちょいなんかカラフル寄りなイメージありますけど、ね、そう、カラフル寄りなイメージなんですけど、まあ、今日はたまたま黒い、今日たまたま、そう、本店の出勤だったんで、そういう黒目にしてます。はい、なんで、まあ、次はね、児玉さんのチェックをね、はい、あの、していこうと思います。はい、お願いします。はい。